ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。うおリンダリンダチャンネルにようこそ。今回は、いよいよ皆さんが特に気になってるかと思われる、ヤマトシリーズの主役艦、宇宙戦艦ヤマトを深掘りしたいと思います。宇宙戦艦ヤマト2とさらばでは賛否両論ありましたが、今回は、そこは関係なく、みんな大好き戦艦の解説なんだぜ。作品だけだと、なかなかわからない部分も多いですよね。今回の解説で、よりわかるかもだぜ。知らない人も楽しんで。知っている人は改めて、どっぷりと懐かしい昭和時代を満喫してほしいんだぜ。ぜひ高評価&チャンネル登録もお願いします。今回も、ゆっくりしていってねー。主役艦、宇宙戦艦ヤマト。知ってるようで知らないぜ、主役艦宇宙戦艦ヤマト。ヤマトは、アニメ宇宙戦艦ヤマトシリーズに登場する、架空の宇宙戦艦。デザイン担当は松本零士、宮武和隆、加藤直之。人類史上初の超高速宇宙船として登場する、高性艦高向用強度級宇宙戦艦。型式名 M2000、1991式第一集中戦闘艦、戦艦。艦名は大日本帝国海軍の戦艦ヤマトに由来するぜ。ガミラス帝国による有星爆弾と呼ばれる惑星艦小惑星攻撃で、地球の海が干上がり海底より露出した、1945年に九州坊の岬沖で戦没した、戦艦ヤマトの残骸を元に偽装。改造され、2199年収益。もともとは選ばれた人類と、生命種を乗せ地球を脱出するための、いわば、ノアの箱舟として建造されていたぜ。しかし、イスカンダルからのメッセージ飛来と波動エンジン設計図の、入手を機に、地球脱出からイスカンダルへの航海へと計画は変更されたわ。2203年戦没、2220年再収益しているぜ。艦隊、艦艇、ヤマト型戦艦をベースにしたため、水上艦艇をそのまま宇宙に浮かべたような外観を有しているわ。船体上部中央には同艦の塔型艦橋を改造した。上艦板から司令塔がそびえ、頂上部には艦長専用居室。その直下には、艦の全機能を艦長以下各班の責任者が、集中管理するための第一艦橋、さらに下に航路策定並びに、航海管制に機能特化した第二艦橋が収まるぜ。艦長席の椅子は、艦長室から第一艦橋を通り第二艦橋まで、着席したまま移動できるように設置された、貫通レールに乗っているわ。司令塔真下の1、2線艇から突き出ている第3艦橋は、メインブリッジである第1艦橋のバックアップのためのサブブリッジであるぜ。内部設備は、重力下環境で船体が転覆したような状況を想定した、上下対称構造になっているわ。主砲をはじめとする各種兵装は、艦隊上部に集中しているぜ。大気圏内航行時の安定保持のため、左右両舷に収納式の巨大なデルタ翼型主翼、安定翼、可変翼を装備しているわ。また、着水潜水能力を有しているぜ。可動エンジン。主機関は、イスカンダルより送られた設計図に基づき、急遽製造された波動エンジンであるわ。波動エンジンによって、ヤマトはワープ、空間跳躍、能力を備えることになり、地球の宇宙船にとって初の外宇宙における、長距離の高性艦航行が、可能になったぜ。さらに、波動エンジンから生み出されるエネルギーによって、ヤマトは従来の地球性宇宙船とは一線を画した戦闘能力を得ているわ。また、主機関の他に補助エンジンを2機装備するぜ。これら補助エンジンは、副推進機であると同時に、波動エンジンの始動にも使用されるわ。ヤマトは補助エンジンのみでも通常航行できますが、補助エンジンのみでのワープはできないぜ。艦載設備。艦尾艦底部にエレベーターを使用し、立体的に格納することのできる格納庫があるわ。艦尾の射出カタパルト。戦艦ヤマトの水上機用カタパルトと同一。からコスモゼロ。船底ハッチより、ブラックタイガー、コスモタイガー2、コスモパルサーなどを、発進させることができるぜ。艦載機の総数は復活編にて初めて明らかにされましたが、それ以前にも復活編での総数に近い数の、50機以上を、搭載していると思われる大編隊が護衛している場面があるわ。他に惑星探査用の中型機コスモハウンド、内否定を兼ねた救命艇。上陸用船艇、中型雷撃艇、修理艇、大気圏内外両用運搬船。各種探索艇、円盤型救命機。イスカンダルでのダイヤモンド大陸水没時に出動。など多数の機体を搭載するぜ。さらにはバルーンダミーのような特殊な装備品をも常備しているわ。兵装。主要兵装は、艦隊決戦兵器である監視波動砲。主砲副砲として、三連装ショックカノン、煙突ミサイル。艦首、艦尾ミサイル、減速ミサイル。劇中では、宇宙魚雷、ヤタンニ、魚雷、と呼ばれることもある。
対空兵装としてパルスレーザー砲など。武器ではないが、監視部の要言に各一機装備のロケットアンカーも、敵船体に打ち込むなど攻撃に用いることができるわ。波動砲は波動エンジンのエネルギーをそのまま利用するので、波動エンジンを駆動していないと使えないぜ。また、エネルギー充填に時間がかかり、充填中は他の兵装も使えなくなり、無防備になってしまうという欠点があるわ。波動砲発射後は、波動エンジンの出力がゼロになってしまうため、波動エンジン再始動のためのエネルギーを蓄えておく必要もあるぜ。そのため、波動砲発射時には戦闘に不要とされる。艦内照明や自動通路などは、すべて停止させているわ。波動砲以外の兵装は補助エンジン稼働のみで使用できるので、波動エンジンが使用できない状況でも戦闘可能であるぜ。居住性能。もともと気球脱出用に設計されていたため、航海が長距離長期間に及ぶことを想定し、居住性は高い水準にあるわ。艦内には人工重力が働き地上と同じく行動できるぜ。この設定が消滅し、宇宙空間はどこでも無重力、ということで、乗員が動力ハンドレールで遊兵移動するようになったのは、富野義行の機動戦士ガンダムから。この人工艦橋に乗員104名が居住しているわ。艦橋は艦橋頂上部の専用個室。各班の班長クラスの乗組員には専用個室が与えられているぜ。ヤマト、第14は B パート、第19は A パートより。一般の乗組員は値段形式の共同の相部屋であるわ。ヤマト3、第4は B パートより。直縁艦載機体、ブラックタイガー隊の戦闘員専用の。居住ブロックは格納庫に隣接しており、緊急事態にも迅速に対応できるようになっているぜ。乗員福利施設として、士官食堂や自動配電の一般食堂、ヤマト亭、ジムを備えた体育館、レクリエーション施設と精神医療施設を兼ねる、イメージ投影ルームや冷凍睡眠装置、さらにスナックヤマト、まであるわ。大工場直上の居住ブロックに、2階ぶち抜きの映画鑑賞室や、男女別の大浴場も設定されていたが、本編で描かれることはなかったぜ。映画鑑賞室や大浴場に関しては、館内配置図に位置の記載があるだけで、具体的な内装の設定はありませんでしたが、ここ最近の作品にて描写が描かれたので参考に。館内通路は緩いカーブを描いており、床はオートウォークとなっているわ。生産設備。自前の館内工場を備え、艦隊維持管理部品や艦載機を含めた、ミサイルなどの消耗系の兵器弾薬の生産能力を持つぜ。食料に関しても、緑黄野菜を自給する大和農園で、ある程度は自給自足可能で、農園で生産する野菜や果物の他にも、腎臓タンパク質から肉類も合成され、糖分などの栄養素も植物から取っているわ。閉鎖的な人工環境を作っていると言えますが、完全ではなく劇中ではビーメラ製で、生鮮食料品になる植物の採取を行う描写もあるぜ。ヤマト、第16話より。乗組員。ヤマトでは総乗組員数は、114名となっているわ。同作における生存者は67名、戦没者は47名。この設定は1977年公開の劇場版ヤマト。ラストシーンに出された数値であるわ。同作第10話で複数の女性乗組員の姿が見られるが、その後姿が見られなくなり、その後、トワニでの真田ミオサーシャまで、森行き以外の女性乗組員は登場しないわ。女性乗組員の姿が見られないのは、冷凍睡眠下にあるからと説明していますが、これは雑誌月刊アウトで、本作の特集が組まれた際に、語られたものが、後年の書籍に踏襲されたもので、オフィシャルの設定ではないぜ。真実は当初、森行き以外の女性乗組員は乗艦していないという、設定でありましたが、現場サイドまで完全に行き届いていなかったことによる、作画ミスであるわ。その後の、オリオンザアルファ製のエピソード、第12話では、女性看護婦の登場が予定され、声優まで決まっていたにもかかわらず、前述の設定を理由に、直前で男性看護兵に変更されているぜ。このことに関して、後年、2199第1話のオーディオコメンタリーで、伊豆口豊が生前の西崎義信に質問したところ、西崎は、ヤマトには森行き以外不要だと考えていたのを、勝手にスタッフが描き、その後、登場していた女性の陸民は初めからいなかったことにした。と言っていたと語っているわ。本館のサイズデータ。図のデータは、ヤマト放送当時の制作会社、オフィスアカデミーが、1978年に公式資料集、豪華本宇宙戦艦ヤマト全記録集を、出版した際に固定されたもので、それ以前はヤマトの大きさに関しては、おおむね300メートル以上といった取り決めしかされていなかったぜ。パイロットフィルムの映像では全長298メートル。最大幅389メートル、おそらく 38.9 メートルの誤り、とある。その他、最大速力74宇宙ノット、
1ワープで100光年の跳躍飛行、24時間で27ワープが限界とする表記がある。また煙突ミサイルは防御ミサイルと記述されている。そのため大和放送当時の設定資料を見ると、全長が263メートル、300メートル、330メートルなどとかなり曖昧であるわ。なお、ベースとなった戦艦ヤマトは全長263メートルであったぜ。デザインを担当した宮武和孝は、艦橋のサイズからヤマトの全長を300メートル以上、330メートル程度と想定し、この数値で松本零士をはじめとするスタッフに了承を得ていた。しかし作品終了後に、戦艦ヤマトの中から出てきた宇宙船が元よりもはるかに大きいのはおかしいとの声が上がり、最終的に 265.8 メートルに落ち着いているぜ。特に司令塔をはじめとする上皇は、旧ヤマトの残骸が脱皮するという描写で劇中登場するため、実物のヤマトよりも大きくはなり得ず、軽文社宇宙戦艦ヤマト大百科などに掲載されたヤマト、ヤマト、新旧比較図も両者の全長、全幅は同寸として描かれているわ。松本零士は講演会でのファンからの全長に関する質問に対し、戦艦ヤマトよりも30メートル程度長い、ロケットノズルがついている分長くなっている、地方と艦橋の位置はヤマトと同じ場所にあると答えているぜ。ヤマトとヤマト同じ大きさの絵で並べてみると、艦橋はヤマトよりも後方に位置しており、艦橋の位置が変わっていないとすると前部分が伸びていることになるわ。本作が作成された後の1985年に行われた潜水調査で判明した。現実世界の海底に眠るヤマトの艦橋は本来の位置から外れて艦首に踏まれており、劇中のように立っている形ではないぜ。艦隊も内部爆発によって前後に分断しており、後部は転覆している。沈没状況は1以外は、この潜水調査までほぼ不明の状態だったわ。さらに図の所言は、現実的にシミュレーションした場合に、矛盾が生じるぜ。特に、次の3点は制作者側も矛盾を承知の上での演出であり、設定書に矛盾点として明記されているわ。1、設定されたサイズでは、艦載機は数機しか格納できない。2、第一環境内部が設定から導かれるサイズに比べて広すぎる。3、船の形からロケット型に絞られる艦尾の形状は立体化すると矛盾が生じるぜ。以上の点を無理なく収めるサイズに設定すると、ヤマトの全長は500メートルから700メートルぐらいが妥当となるわ。劇中では40機以上の艦載機を搭載していたため、艦内の広さの描写に関しては一定の法則があり、実際の寸法に対して2倍の広さで書くという倍寸法での表現でされているぜ。しかし、原則展望室などの一部の区画は、担当したデザイナーの違いなどの原因により、倍寸法以上に広く描写されてしまっているわ。また、環境構造物表現に装備されたレーダー、9211号電探、コスモレーダーは、ヤマトでは計2枚、ヤマトでは4枚であるぜ。故に艦隊や環境構造物の寸法設定を拡大しても、ヤマト残骸に、ヤマトは収まり得ないわ。なお、リメイク作品である2199においてはヤマトの改造ではなく、新造都市、また偽装もヤマトの残骸を模したものとなったため、残骸に収める必要性はなくなったぜ。どうもお疲れ様でした。お、帰ってきたね。最後まで見ていただきありがとうなんだぜ。今回は、宇宙戦艦ヤマトの主役艦ヤマト、お深掘りしましたがいかがでしたか。細かく艦隊を深掘りすると、いろいろな矛盾も多くて、この時代の適当感が否めないぜ。そういえば、たくさんのコメントありがとうございます。ただ、いろんな意見があると思うのですが、仲良くしてくださいね。なお、セリフと画像が違うまたは、他作品の画像の場合もありますが、イメージとして捉えてくれなんだぜ。また新たな情報など入りましたら再度解説しますね。何か気づいたことなどありましたら、コメントしてほしいんだぜ。よかったら、高評価&チャンネル登録もお願いします。次回来た時も、ゆっくりしていってねー。